その練習ばっかりやってました。高校まで棒高やってました。また遊びでもいいのでみんなでやりたいな。なかなかフィールド競技ってやれるところ少ないですよね。確かにないね。大学とか行かないとなかなかできないけど、棒高の練習は本当楽しいよね。俺あのほら突っ込み練習みたいなさ、突っ込んでこうなんていうの、あのそのままぶら下がって向こう行って、そこからこうくるんってこう体だけ反転させるのが好きで、棒高の練習それしかやってなかったです。長めに持って突っ込んで5歩ぐらいで突っ込んで、うんって向こうにこう行く頂点の手前ぐらいでグリーンってこう倒立して、そのままパターンって降りるみたいな、もうその練習ばっかりやってました。練習というかね、あの一人で練習すること多かったんで、バーかけたりとか支柱とか作ってくれる人はあんまいなかったんで、十種競技の選手がほとんどいなかったから、大学にも、だからほぼ一人で練習してたから、あんまり棒高の練習したことないんだよな。もう前助走で突っ込んで、あの練習で飛んだなんて本当10回とか10回15回ぐらいじゃないかな。うん、ほとんど練習で棒高をフルでやったことはないですね。でもそのただ突っ込んでこうなんか地面に突っ立てて空中でこう漕いで着地するみたいなぐらいでも楽しかったのを覚えてますね。で棒をこういう風に立てて追い越すっていう作業で、でここの立つ手前のところでポンってこうもらうっていう、まあ、それだけやってればなんとかなるなと思ってたんで、まあ、4m60cm しか飛べなかったですけど、まあ、練習してないんで、もうちょっと練習すれば5メーターぐらいはすぐ行ったんじゃないかなとは思いますね。棒高跳びの思い出話とかあったら教えてください。棒高跳びは最初10種競技1試合目出た時は棒高跳びの棒を持ってなくて、知り合いの選手に借りてマットに触って終わらせて0点だったんですよ。それで、まあ、9種目で兵庫県選手権っていうのに優勝したんだけど、でも次に近畿選手権っていうのが決まったから、近畿はちょっと9種目じゃ勝てないなと思って、まあ棒高ちょっと1日練習しに行こうって言って、兵庫県 の、 あの西宮東だったかな、なんか高校の先生のところに、兵庫県の強化コーチの先生のところに習いに行って、2時間ぐらい習って3メーター50ぐらいかな飛んで帰ってきたと。でそれでそのまま近畿選手権出て3メーター60飛んで近畿選手権優勝した。2試合目で初めて10種目やって、うん、棒高跳びを3メーター60飛んで記録残して優勝したっていう、そういう思い出ありますね。1日で3メーター50飛んだっていう感じでしたね。もう棒高やれって言われたんですけど、棒高やらずに10種やりました。